続いてはモデルデビューはできないジョイさんです。あれあれあ、いやいやいや、あ、ジョイジョイジョイ、来て来て来て、いやちょっと待って、ある意味ジョイよりかっこいいやん。ちょっと待ってよ、そんなことないっすよ。俺の方がかっけえっすって。いやいや、え、俺の方がかっけえっしょ。あ、でも背格好も似てる、似てる。いや、でもこれタイプによるよね。爽やかですね。爽やか。お名前は、佐々木健太です。健太くん、めっちゃ好感持てるわ。おいくつですか？24歳です。24歳。よく言われるの、ジョイさん似てるね、うん、よく言われますね。ハーフですか？純日本人です。純日本人でも彫り深いね。純ジャパン、いや、スポーツはスポーツ。スポーツはバスケットをやってました。やっぱりな。いや、ジョイくんどう？見てみて。いや、まあまあまあ似てますけど、はい、ちょっと高青年ぶっててなんか腹立ちますね。いや、ナチュラルやって。違う違う、絶対本当はチャラいっすよ。どうなん、ジョイに似てるって言われて嬉しいの？ちょっとそれがチャラく言われるから嫌やとか。いや、まあ正直言うと嬉しいですね。嬉しい。いいやつっすね、めっちゃ。いいやつだな。マジチャラくないっす。チャラくない。最高のやつです。最高のやつ。さあ、それでは行きましょうか。行きましょう、判定に参ります、はい。挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを。暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを押してください。スイッチをどうぞ。暫定チャンピオンの勝利。アンミカさん1票入りましたけども、あのイケメンが好き。いや、そう、井上っちどんどん腹立ってきた。大阪のおばちゃんはイケメンが好き。